皆さんこんにちは。2023年3月に大きな盛り上がりを見せた WBC で故障により残念ながら代表を辞退したメジャーリーグカブスに所属する鈴木誠也選手。2022年にアメリカに渡ってからその活躍ぶりは日本のファンも注目していますよね。そんな鈴木誠也選手ですが、2019年に元体操選手の畠山愛理さんと結婚されています。ハワイで挙式も行ったお二人ですが、その結婚直後から別居していると噂になっていました。鈴木誠也選手が海外へ行ったからなのでしょうか。その情報に合わせて離婚の危機とも噂されていたので、今回はその真相を探ってみました。まずは鈴木誠也選手の簡単な経歴から紹介します。名前鈴木誠也、生年月日1994年8月18日、出身地東京都荒川区、ポジション投打、外野手、右投げ右打ち。鈴木誠也選手が野球を始めたのは小学2年生からで、いわゆる少年野球の荒川リトルに所属していました。小学5年生の時にお父さんの手作りの練習場でトスバッティングしている姿が、あのアニメ巨人の星の平成版としてメディアで紹介されたことがあります。あの少年がプロになって活躍していると話題になっていました。高校は東京の九段にある二松学舎大学附属高等学校に進みました。この学校は野球の強豪校ではありますが、鈴木選手が在学中は甲子園には出場できませんでしたね。鈴木選手はもともと学生時代は投手として活躍していたんです。最速 148km 毎時を誇る投手で、通算43本塁打というすごい選手だったのですが、プロ入りとともに野手へ転向しています。それにしても甲子園に出場していない彼を2012年のドラフト会議で2位指名し、現在の活躍をさせているのですから、広島のスカウト担当の眼力はやはりすごいものがあります。それが今やメジャーリーグで活躍されているのですから、夢を感じますよね。あの鈴木一郎選手と同じせいで、同じくプロ入りとともに野手に転向しました。広島カープ時代の背番号51は、一郎選手や球団 OB であり天才打者の前田智則選手がかつてつけていた背番号であり、そんな選手を目指してほしいとの球団からの願いがこもった背番号だったそうです。鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんは、2018年に台風のために仕事が中止になったことで運命的ともいえる偶然の出会いを果たし、結婚に至りました。そんなお二人は2019年ハワイにて結婚式を挙げています。タキシードやドレス姿がとても綺麗で、公表当時はアスリート夫婦として話題になりましたよね。嵐のような運命的な出会いと比喩していたくらい、出会って付き合った直後からはラブラブな鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんだったそうです。鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんは、鈴木誠也選手の一目惚れからスタートしたそうですが、共通点として同い年、幼少期からアスリート、東京出身、誕生日が2日違い、お互い野球が好きなど共通点が多いことから、夫婦仲も良いとのことでした。そんなお二人が別居していると噂になっていた真相は一体何なのでしょう。鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんは結婚後に幸せな生活を送っていると思いきや、実は結婚スタートから別居生活だったといいます。その理由として、畠山愛理さんの仕事の都合で別居していたといいます。畠山愛理さんはロンドンオリンピックやリオデジャネイロオリンピックにも出場した元体操選手ですが、2016年に引退し、2017年にはスポーツ選手の芸能活動のマネジメント事務所株式会社スポーツバックスに入社しています。畠山愛理さんの仕事内容としては、スポーツコメンテーターやモデル活動が中心になっており、テレビや CM での出演が増えていたところです。そのため結婚当初は鈴木誠也選手が広島東洋カープに所属していたため、広島を拠点として活動していましたが、東京での仕事が多かった嫁畠山愛理さんは広島と東京を往復する2拠点生活をしていたそうです。そんな中、畠山愛理さんは2020年9月27日に NHK サンデースポーツのリポーターを降板し、鈴木誠也選手のメジャー移籍に対し全力でフォローしていく方向性になったようです。その証拠に2021年2月6日の畠山愛理さんのインスタグラムの投稿には、仕事で東京に来た時に使っていたこの家とも今日でお別れです、結婚して広島での暮らしがスタートしてからは数えられるくらいしか使っていなかったので、解約するなら今しかないと書いていますので、2拠点生活といってもほとんど東京にはいない生活を送っていたようですね。それもそうと、結婚して多忙なプロ野球選手の
鈴木誠也選手を支えるのであれば、近くで寄り添ってあげたいと思いますよね。無事別居生活からは解放された鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんですが、さらに追い打ちをかけるように離婚の噂も出ていました。その離婚の噂の真相とは一体何なのでしょう。鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんに離婚の噂が立ったのは、先ほど紹介した別居生活もそうですが、もう一つ理由がありました。それが鈴木誠也選手が2022年にポスティング制度を利用しメジャーに移籍した時のことだといいます。この海外のメジャー移籍の際に嫁畠山愛理さんは一緒についていかなかったのではとの噂が発端で、結婚直後の別居からの離婚の解釈が一部のファンの中で強まったのだと思われます。しかし正確には一緒に海外で生活しているのかは不明ですが、鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんの間に2022年10月に子供が生まれた際に、鈴木誠也選手はメジャーリーグのパタニティリストと呼ばれる産休制度を取って一時帰国したと報道されています。つまり鈴木誠也選手が海外に移籍した際には、嫁の畠山愛理さんは一緒に渡米せず日本にいた可能性が高いと思われます。それもそのはず、逆算すると鈴木誠也選手がメジャーに移籍したのは2022年3月、畠山愛理さんが出産したのは2022年10月なのであれば、3月は妊娠3ヶ月くらいだったかもしれません。そう考えると嫁畠山愛理さんが渡米するのに、長時間飛行機に乗るのには妊婦さんにとっては負担がかかりすぎますし、現実的に難しかったのかもしれませんね。ましてや鈴木誠也選手が移籍した1年目に出産ともなれば、鈴木誠也選手も嫁畠山愛理さんもお互いに負担になりすぎると考えたのでしょう。鈴木誠也さんは渡米しカブスに、畠山愛理さんは里帰り出産で実家にいたという状態だったのかもしれませんね。そのような経緯から、畠山愛理さんが日本に滞在していることで別居の噂から離婚の噂までファンの中で拡大解釈が広がっていってしまったのかもしれませんね。おそらくある程度お子さんが大きくなったら家族でアメリカに移住する可能性も考えられますね。噂は噂なので仕方がありませんが、結婚当初より鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんはラブラブ状態が続いていると言いますので安心してください。いかがでしたでしょうか。鈴木誠也選手と嫁畠山愛理さんは結婚直後から別居や離婚まで噂されて大変だったみたいですね。逆に言うと真相を調べれば調べるほど二人の仲の良さが分かってきたので余計に安心できましたね。どうしても鈴木誠也選手のような不規則なプロ野球選手の生活に合わせるとすれ違いが起きるので、別居や離婚の噂が出ても仕方がないかもしれませんね。そんな中でも嫁畠山愛理さんはしっかり鈴木誠也選手を支えることと子育ても両立しているとのことでしたので、素晴らしい家庭を築いていってますね。鈴木誠也選手は今季もチームの主力として活躍しています。今後の活躍がますます楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。